ジョーカーは2枚2に重ねることとかはできないから。でカンナが2、織姫1だね。まあこうなるのは必然だな。さあ最後勝てれば優勝です。万一ですけど、だからここで負けてアイリスが大富豪になったら10ポイントになっちゃうので結構危ないんですよね。どの2枚あげましょうかね。5と8かな。なんかこれ見るとさ、このクイーンとキングとエース、特にこのハートの並びもそうだけど、シークエンスが出せないのが花組ルールの特性がね、ちょっともったいない感じがしますよね。これは陰謀です。桜対戦オンラインの方の続きのカードが出せる、私からスタートでシークエンスありだったらな。お、このカードは超ラッキーじゃんって思えるんだけどね。しょうがないですね。これが花組のルールですから。花組の掟。ジャック、ジャック、ジャック、ジャック。どうしようかな。2を出すのはちょっとな。大富豪っていうさ、ゲーム名、すごく的確だよね。いい札を躊躇なく大富豪の順位の時は出せるからね。逆に大貧民の時とか貧民の時ってエースとかキングとかでもなんか出すのを躊躇してしまうからね、そのゲームの特性上。どうしようかな、3枚セット。まあいいや、こっちにしようか。なんで出せないんですか。エースと2が残ってる状態だからちょっとゆとりがあるけどな。アイリス残り3枚だからセットを。持ってやがった。なんてこったい。転落です。一番恐れてた状況になりましたね。やっぱアイリス強いな。どうなるどうなる？かんなかったな。一番さっき喋った通りのことが起きましたね。さあ、大貧民からどう逆転するかだな。一番近道なのは大富豪いきなりだけども、まずここで2が2枚取られて、革命はないな。革命はできないから、でもこれ、ジョーカーがあるおかげで、割と普通の札ではあるんだよね。多分大富豪を私が取るのは難しいから、まあ富豪2回でも実は優勝できるんだよね、残りの得点を考えれば。最低貧民になれるかどうかなんだけどな。大貧民を維持しちゃうと次のゲームも苦しくなってくるからな。これはもう流れ的にアイリス勝たせるしかないかな。アイリスを勝たせて14点にして危ない危ない危ない、操作ミスするとこだった。はい、ヒヤッとしたわ今。クイーン、もうこれは勝たせましょうか。でもわかんねえな。カンナ勝つか。カンナがこれでアイリス14点になったな。一旦パスして、カンナがどうなるかわかんねえな。でもな、こちらの都合を考えると3から出した方がいいか。まあしょうがないね。このカンナの絵一番かっこいいわ。一旦パスしよう。もう単純に貧民狙うしかないね。マジか。うわ持ってたのか。今なのか。なんで出ううああどうだああセーフ。一応ごく最低ノルマは取りましたね。ちょっとこの得点表大事だぞ。はいそろそろあともう 1,2 ゲームで決まりますね。革命来るかあー来ないか。革命来ないか。こういう来てほしい時は来ないね。あーこれどうすりゃいいんだろうな。8実はこの辺ここからここまでのねこの4枚は結構カードはいいから何もできないわけじゃないんだよね。9キング2でおうえどうなる。2枚だしエース2枚出して33枚出して83枚出して4と5を出せるタイミングが来れば大富豪あるぞ。1か8かやるか。まあそんなもんだよな。10あーダメだな。そうなんだよ貧民だと直前の人が大貧民だからおこぼれで流れをもらうことも厳しいんだよね。ああどうかな。でもああカンナが勝てば可能性はあんだよ。ああ3枚今来たか。ああでも織姫勝った。お最下位の得点の織姫が大富豪になったのは結構実はラッキーだよね。あこれどうしよう上から出してくどっちがいいんだこの場合。4出しておわっよし富豪を取ったぞ。ってことは次貧民でも優勝だな。ちょっとこれ流れが来たんじゃない。アイリスが富豪以上で優勝私は貧民以上で優勝ですね。そっかなんだ今富豪だから1枚あげるのかこれか5だね。アイリスが革命うわ革命する革命しちゃう5あげなきゃよかった。でもカンナひょっこり革命返し持ってたりしない。なんで出せないんですか。8出すか。まあ幸い4とかがあるからすごく弱くはなってないからね。あとはもう一度言いますが貧民以上なら私優勝できるので。ただアイリスが大富豪を取っちゃう可能性は今の革命で出てきたな。どうだ。そうだよねカンナが今切り札出しておおああなんだやっぱりそうかペニー2あたり出さなきゃよかったな。これで分かんなくなったな。410やってじゃあ逆にさっきまで強かったカードは出した方よかったな。3回は革命なかなか起きないからね2回目まではちょっと予想した方がいいんだよな。ちょっと感覚を今あー2出したか。ジョーカーもうないもんね。だから2は確実に切れる札になってるね。まあ、織姫大富豪っぽいな、この調子だと。ただ私が今一番まずいな。この次は手加減してあげます。お、照れてる顔だね。次アイリスか。1枚出して多分2人は2枚セット持ってる可能性は低いだろう。おいやったやったちょっとでもねえよ、2人ともだったわっていうことは2位でしたね。アイリス1番だねわざと負けてあげましたです。ダメだこりゃ、遊び死んでしまいましたこれだけチャンスを握っても勝てないんですね。持ってないな。いや、残念ですが、ちょっとここで一区切りですかね。まあ、諦めず、まだまだもう一回やっていきます。そろそろね、他の桜とかすみれとかも対戦してるとこを見せたいので、次こそ勝ちます。ご視聴ありがとうございました。見てくれてる全国の隊長に敬礼。また見てね。